アレクサンドル・ヤコブレビチ・カントロフは、ソビエト連邦、ロシアの指揮者、バイオリニスト、音楽教師。サンクト・ペテルブルク国立交響楽団、クラシカの創設者であり、同団結成以来、芸術監督兼主席指揮者を務める。ロシア連邦功労芸術家、レニングラードに生まれる。5、6歳の頃よりバイオリンを習い始め、レニングラード音楽院入学後は、 ミハイル・バイマンの下でバイオリンを学ぶ。同時に、イリア・ムーシンのクラスで、オペラ、公共楽の指揮法を学び、大学院に進んだ後は、ユーリテ・デミルカーノフの指導も受けている。卒業後、1969年から1980年までの間、レニング・ラード・フィル・ハーモニー・公共楽団で、バイオリン奏者として活動し、その後、スェルドロフスク国立公共楽団を指揮して、 指揮者としてデビューし、同団の指揮者人の一人として1981年から1986年の間、活躍した。精力的に指揮活動を展開する中、二つの室内還元楽団を自ら創設することとなる。一つは指揮活動の拠点であったスベルドロフスクに設立したバッハ室内還元楽団。もう一つは、 故郷のレニングラードに設立した室内還元楽団、クラシカである。このうち、クラシカの方は短期間で人気を博し、ほどなく公共楽団へと規模を拡大し、ソビエト連邦国内のみならず、海外公演を成功させ、1992年1月には国立組織の地位を得ている。カントルフは同団創設以来、 四半世紀以上にわたり芸術監督兼主席指揮者を務めている。この他にもソチ音楽祭の芸術監督、ゲルツン記念ロシア国立教育大学教授職を務め、1999年からはイタリアのサンレモ公共楽団の主席客演指揮者も務めた。1999年にロシア連邦功労芸術家の称号を授与されている。日本では 小平元が使った、アレキサンダー・カントロフあるいは、アレクサンダー・カントロフという表記でも知られる。教員新聞インタビューより参考文献1996年来日公演プログラムでは、レニングラード・フィル・ハーモニー公共楽団とあり、ガイブリンク・バイ・パーソン、RU では、と、ある。現在のサンクト・ペテルブルク公共楽団かどうか、判断がつきがたいが、参考文献に従い、 レニングラードフィルハーモニー交響楽団に所属したとする。クラシカの設立年については、サンクトペテルブルク国立交響楽団、クラシカの校を参照。称号授与の記録、ありがとうございます。